こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は桜井よし子さんの記者会見における音声の、様子をご紹介していきたいと思います。題して、異常なまでの感情論というもので、こちら私が個人的にタイトルつけたものですが、要するに今現在国内で行われている安保法案に対する議論といったものが国際的な、視点から見てみるといかに感情的で異常なものであるかということを桜井さん今回の、記者会見の中で言っていました。今回ご紹介する記者会見はですね、こちらで記事になっていました。まあちょっと前のもので、先月の8月19日のものですが、産経から出ていた記事で、戦争を抑止するためで戦争法案ではない、平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラムの声明といったことで、まあ、桜井よし子さんだったり、こっちにちょっと映っていますが、画像を大きくしましょうか。青山茂原さんだったり、田久保さんだったり、もしくはですね、西岡努さんもいましたね。西岡努さんはこちら、東京キリスト教大学教授の方で、まあこちらの方もよくテレビに出ている方ですが、まあこういった方々が、安保法案は戦争を抑止するためであり、戦争法案ではないと。一刻も早く平和安全法制を確立することを強く要望するといった声明を発表して、まあその時ね、記者会見を行いました。で、今回は、その時の桜井さんの記者会見での発言をご紹介していきたいと思います。桜井幸子さんは、まあご紹介するまでもないほど有名な方ですが、こちらですね。こちらは、桜井よし子さんのオフィシャルサイトのプロフィールで、まあ、ジャーナリストであり国家基本問題研究所の理事長でもある方ですね。まあ日本の、保守系の論客といったら最初に名前が挙がってくる方の一人ではね、ないでしょうか。で、今から桜井さんの発言を、引用という形でご紹介させていただくのですが、その発言内容をもしテキストで、読みたい方はこちらのサイトに桜井よし子さんの、まあ、発言の要素ですね、内容がテキストで、載っていましたので、まあ、今回の音声とともにこちらのテキストも、参考にしていただけると、いいかと思います。はい、ではですね、早速桜井よし子さんの、発言をお聞きください。ではどうぞ。本日はご多様のところ、多数お集まりいただき、御礼申し上げます。私は本日の司会を務めさせていただきます呼びかけ人の一人、文芸評論家の小川栄太郎と申します。よろしくお願いいたします。それではただいまより平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに呼びかけ人を代表いたしまして、桜井よし子先生より趣旨説明を兼ねご挨拶を、申し上げます。皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。記者会見ですので座ってお話をさせていただきます。失礼いたします。今日この国会に対し我が国の安全保障を見据えた審議と平和安全法制の早期成立を要望するというタイトルでこのような会見を開きました理由はですね、日本は今本当に大きな変化に見舞われています。世界が非常に大きく変わる中でその変化に対応をしなければ我が国の存立が危ういという危機感を私たちは持っています。で、そのために今国会では安保法制の議論が行われているわけです。この安保法制の議論が正しく理解されてそして正しく論評されて、賛成反対きちんとした理由に基づいて国民の意思が反映されなければならないというふうに感じているわけですけれども、このメディアを舞台とする議論を聞いていますとどうもその一番大事なところが抜けているような気がいたします。メディアの中にはですねこれを戦争法案と呼んでいるメディアもある。
そのように戦争法案と名付けている国会議員もいる。そしてまたこの安保法制を実現すれば日本が徴兵戦に行き着くんだということをその煽り立てる新聞もあります。正直申し上げてこのような主張はいかなる知的基盤に基づいているのか非常に理解しにくい。どのような事実、どのような法制、どのような事実をもってこれが徴兵戦に行くことになるのか、これが戦争に導くことになるのか、本当に分かりにくいところであります。むしろ私たちは国際社会の政治の現実を見ると、日本がこの安保法制を実現することこそが戦争の危険を低めることだというふうに感じています。戦争を抑止するための法案がなぜ戦争法案だというふうに煽り立ててしまわなければならないのか分かりません。ですから私たちの考え方も戦争法案だという人たちの反対側にあるのであるということを知っていただきたい。世の中は戦争法案であるとか徴兵制であるとかそのようなことばかりを言っている人たちではないということを知っていただきたいということが一つと、それからまた国際社会の日本に対する見方を見ますとですね、今日本国内で行われているこの極めて感情的な議論がいかに異常なものであるかということを感じます。私は今朝6時半にシンガポールから戻ってきました。国際会議に出席をしておりました。そこでも日本で行われているこの安保法制についてはアジアの国々から非常に前向きの評価というものが出ていました。このようなことをやはりメディアの人々は伝えるべきだろうと思いますし、また日本国民も知る権利があるだろうというふうに考えます。安全保障というのは国の基盤であります。私たちの国をいかに安全に守るのか、国民の命をいかに守るのか、それは今現在の私たちに関することだけではなく次の世代もまたその次の世代にとっても非常に大きな問題です。現役世代の私たちが知的にも責任を持ってしっかりと考えてこの法制をに対しての結論を導くことが大事だというふうに思いました。これが今日このような会見を開いた一番大きな理由です。どうもありがとうございました。